を見る余裕がないし、自分は自分だからしっかり抑えれば先発にさせてもらえると思う、そしてセーブキラーという声があるけれども西武だけでは困るんですと、ちょっと笑い。そして水田両投手のコメントを伝えてくれました。シュームイケもね、今日、ピッチングだなと思ったけど、やっぱりそれ以上にね、まだスピードが欲しいと。そうですね。まあ、水田もいいコメントですよね、セーブキラーっていう。打席、鳥越です。鳥越から始まる打順。鳥越、陳、松田という打順です、この回のホークス。抜けた。結果が出ればというお話も先ほどお二方からしていただいたこの陳ですが、三遊間深いところ、水田です。一塁へホール、ワンバウンド、あっと前にこぼしている。のウィークポイントに近いところであったと思うので、まあ、エンドランがかかったおかげでね、うん、ランっていうのはね、調子の悪いバッターエンドランを出しまった時って案外ヒットとかホームランとか出やすいんですよね。行かないと残れませんからね、はい、2人とも外野手ですからね、結果、うん、だから井口にしても柴原にしても村松にしても、もうこの辺は出さなくてもいいかなっていうところじゃないですかね。高めの波及ね、まあ、ホームラン打った後の大監督白い歯をこぼして喜んでいたのが印象的でしたが、これも100たとえ三振しても、うん、十分、ね、いいイメージですよ、はい、粘ってます。おー、これで 2-2、 そんなに終わってないので、疲れてきますよね、はい、11球目を打ってショートゴロになりましたが高